皆さんこんにちは、コツバです。今回のコツバチャンネルの題名はこちら、宇田源氏の門出、源正信の子孫は武闘派。今回のコツバチャンネルは源正信とその子孫たちについて紹介したいと思います。源正信といえば、今年の大河ドラマ光る君へに序盤から登場している人物で、増岡徹さんが演じられているので分かりやすい人物かと思います。そして同じく登場している黒木華さん演じる智子、林氏が娘となり、直近で紫式部演じる吉高由里子さんとの関わりが印象的に描かれているかと思います。そんな智子の父にあたる源正信、他にも色々な側面を持つ人物となります。今回はまた子孫をたどるシリーズということで、この源正信の流れを見ていきたいと思います。この源正信、様々な角度で見ていける人物となりますが、最大の側面といえばやはり宇田源氏という点ではないかと思います。宇田源氏がここで登場するわけですが、源氏にも色々ありまして、世の中的には源頼朝や足利尊氏などの清和源氏が有名かと思いますが、この宇田源氏もその名の通り宇田天皇を祖とする名門の源氏となります。簡単に宇田天皇から見ていきたいと思います。宇田天皇、第59代天皇、在位887年から897年。宇田天皇といえば、本来皇位を継ぐことはないところから天皇になった天皇として有名です。もともと父の高校天皇も55歳の時に、時の藤原北家の権力者藤原の元常がバックアップしたことによって即位することになった天皇となります。そして高校天皇の後には定康親王が皇位につくと考えられていたことにより、高校天皇の巫女たちは親戚降下することになりまして、この宇田天皇、当時定見王も親戚降下し源の姓となっています。そして高校天皇の後に誰が即位するのかということになった際には、先ほどの定康親王が候補として目されておりましたが、その母藤原の皇嗣と元常は不仲だったということもありまして、定見王が皇族に復帰することになって、第59代宇田天皇として即位することになります。この元常は絶大な権力を誇っている藤原家の中でも代表格の人物となりますが、この元常が存命中は宇田天皇は赤穂事件で元常を怒らせてしまいまして、何かと元常に気を使う必要があって、政治がうまくできない期間が続くことになります。891年に藤原の元常が亡くなると、宇田天皇は新政を行うことになりまして、摂政関白を置かない政治を行っています。そんなタイミングで後の世で学問の神様と呼ばれる菅原道真も表舞台に登場することになります。この宇田天皇の新政は官票の地と呼ばれています。そして宇田天皇は藤原北家と一定の距離を置いて多くの人物を登用していくことになります。897年には皇太子に上位し醍醐天皇が即位することになりまして、この宇田天皇は太政天皇となり、その後に出家し法皇となっています。そして宇田法皇は931年に崩御することになりますが、この宇田天皇から宇田源氏が始まっていくことになります。宇田天皇の巫女たちの子孫に源の姓が与えられていくことになりますが、中でもひときわ栄えた家系があり、今回の動画はその家系を紹介していくことになります。この宇田天皇には先ほども登場した醍醐天皇の他にも多くの王子皇女がおりまして、その中に第八王子として誕生しているのが渥美親王となります。渥美親王は893年生まれで、967年に薨去している親王となります。この渥美親王の2人の子供たちは大きく出世を果たしていくことになるわけです。渥美親王の三男には今回の大河ドラマ光る君へにも登場している源正信、そして四男には源重信が誕生しています。この四男の重信も光る君へに登場する人物となります。渥美親王の子供ということで樹脂の下となり、途中にアンナの変などもあり出世スピードが鈍ることになりますが、最終的には小2位まで上り、右大臣、そして兄の死後には左大臣を務めることになる人物です。そしてこの重信の子供たちからも広がっていくことになります。そして今回の宇田源氏の紹介は、宇田源氏の中でもその重信の兄正信から始まる家系を紹介していくことになります。この渥美親王の三男源正信、今作ですでに黒木華さん演じる娘の智子とのやりとりが印象的な人物となります。920年に誕生しておりまして、父は渥美親王、母は藤原の時平の娘となります。先ほどの弟の重信も母は藤原の時平の娘となっています。藤原の時平といえば、醍醐天皇の御代において左大臣まで上り詰めておりますが、若くして亡くなっている藤原北家の人物となります。
ということは、この正信も藤原北家の血筋が流れているということになりまして、藤原北家寄りの家系図をまとめてみると、藤原の時平の孫にあたります。藤原北家は時平の弟の忠平の家系が本流となって続いていくのですが、この忠平の子供が諸助。その子供が藤原の兼家ということになりますので、源正信、藤原の兼家は鳩子同士ということになります。ということは、後々に婚姻することになる藤原の道長と智子は、鳩子の子供同士ということになるわけです。こう見ると、光る君へもまた別角度で見えてくるかもしれません。他の光る君への登場人物との関係を見ていくと、関白として登場している藤原の頼忠。この頼忠も藤原の忠平の孫にあたるので、藤原の元常まで戻ると鳩子ということになりますが、この藤原の頼忠の母も藤原の時平の娘となりますので、鳩子と言いつつ、いとこにもなるという奇跡的な関係図が出来上がってしまいます。源の正信は源の姓を与えられた宇田源氏とはなるものの、藤原北家との関係は非常に濃いものとなります。これは源の正信と藤原北家との関係を表したものですが、親王の子供ということで天皇家側との家系図を見ていくと、醍醐天皇の子供たちは全ていとこということになってしまいます。ということは、第61代朱雀天皇、第62代村上天皇、左大臣源の高明はいとこということになります。ちなみにこの村上天皇の巫女には圓遊天皇がおりまして、光る君家では吉田羊さん演じる藤原の兼家の娘が受胎しています。この関係図だけですでにほとんどの人物が光る君家に登場しているということになります。そして藤原の道長、娘の智子との間には後に頼通が誕生しておりまして、この家系は藤原北家嫡流として続き、五節気に分かれていくことになりますので、ここにも正信の血脈は続いていくことになります。この正信も父が厚み親王ということで、樹脂の下となり、宇近衛権の中将や九郎殿の党、そして三義となり苦行に列せられることになります。そして977年には右大臣、978年には左大臣となっています。991年には先ほどの弟の重信が右大臣となり、兄弟で左大臣、右大臣を務めることになります。993年に亡くなることになりますが、これより少し経つと娘智子の夫である藤原道長とその間に生まれた子供たちが中心となる時代がやってくることになりまして、その足がかりを作った人物と言えるかもしれません。そしてこの正信は多くの子供たちに恵まれておりまして、ここから宇田源氏が大きく広がっていくことになります。今回は正信の子供たちの中でも源の時仲、助則、時方の家系を見ていくことになります。まずは正信の長男となる源の時仲。この時仲の家系も太く後の世まで続いていく家系の一つとなります。時仲が生きた時代はほとんどが父正信と共に生きた時代となります。まさに権力争いの真っ只中で、大臣のポストはもちろんのこと、多くの要職には重要人物たちがついておりまして、ある種渋滞状態となっています。そんな中、一条天皇の即位に伴い小三位まで上り三位となっています。藤原の道長が権力を掌握している時期には寿二位大納言となっています。そして時中の子供の源の成政、この成政は藤原の道長、頼通の時代を生きている人物で、最高位は小四位の上となっています。やはり摂関家と共に生きていく時代、そして院政に切り替わっていく時代をこれから迎えていくことになりまして、以前のような昇進を果たすことはできなくなってきています。成政の子供の助通は三義となって苦行に列せられることになりますが、太宰の第二となり、最終的には寿二位まで進んでいる人物です。そしてその子供の正長と続き、この子孫から始まっていく二つの家系にたどり着くことになります。一つ目の家系は家格が右林家となる丹羽家。源有助の孫にあたる常助から丹羽家が始まることになります。この常助の父は藤原の金直となりますが、母は有助の娘ということで養子となり、丹羽家の祖となっています。この丹羽田常助は小二権の中納言となり、時は鎌倉時代中期となります。この常助の子供には十三民の重方、そしてその子供には丹羽田重助がいます。この重助に至ってはキーマンとなる人物です。この丹羽田重助は鎌倉時代末期に生まれ、室町時代を生きておりまして、宇近衛中将、九郎殿の党、そして三義となり苦行に列せられることになる人物です。最終的には小二権の大納言まで上っています。この頃の征夷大将軍は足利義昭、朝廷の関白左大臣は九条常則、右大臣は近衛道継となります。キーマンこと重助には娘がおりまして、須光天皇との間に義仁親王が誕生しています。須光天皇の第一王子として誕生しているのがこの義仁親王となっています。
この義人親王自体は皇位を継承することにはなりませんでしたが、この家系は現代の皇室まで続いていくことになります。それと同時にこの義人親王から伏見の宮家が始まるということになります。この伏見の宮家は一番古い宮家となります。この義人親王の子供には伏見の宮定房親王がおりまして、その第一王子には御花園天皇が誕生しています。この家系が進んでいき、現代皇室まで続いていくことになります。そして伏見の宮定房親王の第二王子には伏見の宮定常親王が誕生しておりまして、この家系は伏見の宮家として続いていくことになります。そしてこの伏見の宮家も現代皇室につながるという流れを持っています。源正信から始まり、現代皇室まで進んできてしまいました。そして現在大奥というドラマも放送されておりますが、そこにも関連しているということを紹介しておくと、徳川将軍家は伏見の宮家から大奥の御台所を迎えておりまして、10代目伏見の宮家当主の伏見の宮定清親王の王女の晶子女王は4代将軍家綱の御台所となっておりまして、13代目伏見の宮家当主の伏見の宮定幸親王の王女政子女王は8代将軍吉宗の御連中となっておりまして、14代目伏見の宮家当主の伏見の宮国長親王の王女マスコ女王は9代将軍家重の御連中となっています。話は再び庭田重介に戻り、この重介の子供には庭田常有がおりまして、常有の娘由紀子は先ほど登場した伏見の宮定房親王との間に御花園天皇と伏見の宮定常親王を産むことになります。それにより常有は御花園天皇の外祖父ということになります。常有の孫にあたる長かったの娘朝子は後土御門天皇との間に後柏原天皇が誕生しています。そして庭田家は養子を迎えながら続いていくことになります。その中でも途中ウリン家の大木町家に末秀が養子として入って家系が続いたり、同じくウリン家となる大原家が分かれて続いていくことになります。正信、庭田家、伏見の宮家から現代の皇室という流れは面白い流れになるかと思います。そして先ほどの庭田家と同じ時期に綾小路家も分かれることになります。有助の子供の信有を祖とするとされておりまして、途中途絶えますが家名を再興することになります。綾小路家といえば雅楽で有名な家系となります。そしてこの綾小路家も家格は雨林家となりまして、権の中納言や権の大納言を多くの子孫たちが務めていくことになります。そして話はまた源正信まで戻っていきます。正信の子供の時政から続く家系は子孫は五つ字家を称していくことになりまして、この家系の家格は半家となっています。そして後半のメインはこの家系となります。また先ほどの源の正信まで戻りましょう。正信の四男には助則がおりますが、文上将となっている人物で、その後は地方官を務めることになって一条天皇に仕えることになります。正式の下三義となって苦行に列せられています。998年に亡くなることになりますが、その子供には成頼が誕生しています。そしてこの成頼については諸説ある人物となりますが、今回はこのままこの説で進んでいきたいと思います。それは何かというと、近江の国佐々木の庄に住むことになり、あの近江源氏佐々木氏が大爆発していくことになる家系となります。とにかくこの近江源氏佐々木氏は大きい家系を作っていくことになります。この成頼は若くして亡くなったとされますが、系譜は子供の範経に引き継がれていくことになります。この範経が生きた時代は藤原道長や頼通が栄華を極めた時代となります。そしてその子供には常方、さらにその子供の為俊と続いていき、平安時代を生き抜いていくことになります。そしてこの頃には佐々木氏はすでに武家となっています。そして平安時代末期、一人の人物が登場することになるわけです。佐々木為俊の子供のその名も佐々木秀吉。平安時代末期の近江源氏といえばこの佐々木秀吉を思い出します。というのも、とある描写で人々の心に刻まれているかと思います。前々作の大河ドラマ鎌倉殿の13人で佐々木のじいさんという呼び名で話題になっていたのがこの秀吉となります。この秀吉は源為吉の娘婿になっていたと言われ、河内源氏との関係が深い人物となります。源頼朝にとっては叔母の夫がこの佐々木秀吉ということになります。鎌倉殿の13人では癖が強めで描かれておりまして、実際に癖が強かったかどうかは置いておいて、佐々木秀吉は相当存在感のあった武将となります。時代は大きな変化を迎えておりまして、院政期間を経て平家も力を有するようになっていきます。1156年の保元の乱では後白河天皇方につくことになり、源義朝に属して戦いますが、崇徳上皇方には義理の父の為吉がいるという状況になっています。
その3年後の平治の乱では義朝方に属して戦いますが、この戦いで源氏方は惨敗し、義朝は殺害され、頼朝は伊豆に流罪となり、そしてこの佐々木秀吉も本領を追われることになります。奥州藤原氏を頼り向かう途中に渋谷重国の庇護を受けることになりまして、ここで生活することになります。そしてこの秀吉の子供には有名な佐々木四兄弟がいます。後から5兄弟目を紹介するので、まずは4兄弟から紹介したいと思います。長男貞綱、次男常隆、三男盛綱、四男高綱です。1180年に頼朝が伊豆で挙兵した際には、4兄弟たちは頼朝に付き従い、山木兼隆の館を吸収した初戦で活躍することになります。4兄弟はその後も頼朝に従うことになりまして、長男の貞綱は近江、隠岐、石見、長門の守護を任じられることになります。次男の常隆は淡路、土佐、阿波の守護に任じられることになります。しかしこの次男常隆の家系は非常に悲しい末路を迎えることになります。常隆、高重親子は1221年の承久の乱の際には後鳥羽上皇方につくことになります。やはり西国の守護ということもありまして、朝廷方になびいていた可能性があるかと思います。この戦いは鎌倉幕府方に圧倒的な兵力が集まることになって大敗を喫することになります。長年の功労者である常隆は降伏を勧められますが、自害して果てることになり、子供の高重も殺害されたと言われています。三男盛綱は多くの平家との戦いに参戦し、頼朝の信任も厚く、鎌倉幕府開府後に平賀朝雅の討伐にも参戦することになります。頼朝より越後の国梶野省や備前の国小島の省を与えられておりまして、子孫は梶を称するようになります。息子の信真は工藤祐経の額を殴るという事件を起こしておりますが、1221年の承久の乱では鎌倉殿の13人でも三浦義村にじじいうるせえんだよと暴言を吐いて注目を浴びた演出で登場していた北条知時の北陸道軍に属して功を挙げることになります。そしてこの功により備前の国の守護となっています。またこの信真の子孫には後に上杉謙信に仕え、その後を継いだ上杉景勝に反旗を翻すことになる柴田重家の柴田氏を輩出することになります。これも越後の国梶野省を与えられたことがきっかけの家系となるかと思います。他にも佐々家もこの盛綱に関連していると言われています。源正信から始まった話を今回お送りしておりますが、すでに越後の武将たちにたどり着いているということになります。やはり佐々木秀吉の存在は非常に偉大であることが改めてわかります。そして次は四男の高綱。佐々木四兄弟の中ではこの高綱が一番有名かもしれません。兄たちと共に頼朝挙兵時から付き従い功を重ねていくことになります。特に有名なのが木曽義仲と源義経の戦いとなる宇治川の戦い。雪解け水で増水していた宇治川で高綱は梶原景時の子供の景末と先陣争いをすることになります。高綱は影末が乗っていた名馬鶴住の腹帯が緩んでいるので締めなされと言って、影末が締め直しているうちにこの高綱が宇治川を渡り名乗りを上げて先陣を切ることになります。平家滅亡後には長門備前の守護となっています。この高綱の子供には三綱がおり、高綱の弟の義清の有志になったと言われています。ここまで佐々木秀吉の子供の4兄弟について紹介しましたが、実はさらに弟たちがおりまして、今回は5兄弟として5人目も紹介したいと思います。佐々木義清。佐々木秀吉の5男として生まれておりますが、誕生したタイミングは兄たちとは異なり、父秀吉が平治の乱で敗れ、落ち延びる途中に渋谷重国の庇護を受けましたが、その際に重国の娘を秀吉はめとることになりまして、その間に生まれたのがこの義清となります。4兄弟とは異なり、東国で生まれたということになります。そして大場景親の娘を妻に迎えることになりまして、頼朝の挙兵時には大場景親のもとに参じることになるわけです。これも今までの義理を果たすための行動となりまして、4兄弟は頼朝のもとに参じることになります。その後はこの義清も頼朝方に加わることになりまして、以降多くの戦いに参戦し、和田合戦でも活躍することになります。承久の乱の後には出雲沖の守護に任じられることになりまして、西日本の地に根を下ろしていくこととなります。そしてその子孫が出雲源氏となり、ここから多くの分流が分かれていくことになりまして、円谷氏もその一族の一つとなります。話は佐々木秀吉の長男の貞綱まで戻りたいと思います。秀吉の長男として多くの戦いに参戦し、相当な功を挙げている貞綱。貞綱は1205年に亡くなりまして、子供の広綱は在京御家人として活躍することになりますが、これが運命の分かれ道となってしまいます。
後鳥羽上皇との関係を深めていくことになってしまい、これにより1221年に勃発した承久の乱では後鳥羽上皇方として馳せ参じることになります。しかし結果は周知の通りで大敗を喫し、捕らえられて処刑されてしまい、首を晒されることになってしまいます。この戦いで同じく貞綱の子供の信綱は幕府軍として戦闘に参加し、後鳥羽上皇方を打ち破っています。妻には北条義時の娘を迎えておりまして、北条家とも近しい間柄となります。近江の神にも任じられておりまして、佐々木家を盤石化させていくことになります。そしてこの信綱の4人の子供たちから家系図がさらに広がっていくことになります。信綱の長男には重綱がおりまして、この家系は大原の将より大原を称するようになりまして、大原氏として続いていくことになります。次男として生まれている高信は、子孫は高島を称するようになったとされておりまして、西近江に広がっていくことになります。この高島氏からも多くの分流が出ていくことになりますが、その中でも地頭を務めていた朽木将より朽木氏を称するようになり、室町時代には奉公衆を務め、足利将軍家に仕えることとなります。この家系で特に有名なのは朽木元綱。この元綱は金ヶ崎の軒口では信長の京都への帰還を助け、関ヶ原の戦いの際に小早川秀明と共に東軍に寝返ることになる人物です。この後の朽木氏は一時大名としての身分を失うことになりますが、この朽木元綱の三男の種綱は徳川家光に仕え、小将組番頭、書院番頭となって、1635年には若年寄りまで出世を遂げることになります。1636年には加増を受け1万石となって、近江朽木藩1万石の大名となっています。後に3万石まで加増されることになりまして、養子を迎えながら続いていくこととなります。今度は源政信から始まり、朽木氏までたどり着いてしまいました。また話は佐々木信綱の4人の子供まで戻り、続いては安綱となります。この安綱からはあの六角氏が始まっていくこととなります。京都の東の東院六角に屋敷があったことが六角家の由来となったと言われています。この六角家は宇田源氏佐々木氏の嫡流となる家系です。鎌倉時代には近江守護を務め、さらには六原短大で評定衆を務めるなど、鎌倉幕府でも西において重きをなすことになります。室町時代には戦いに明け暮れていくことになりますが、それとともに勢力を拡大していくこととなります。しかし戦国時代になると観音寺騒動もあり、六角家の力が失墜し、そして信長が上洛を開始する際には逃亡することになり、観音寺城を失うことになります。六角氏は江戸時代には大名としては残っていないということになります。話は再び佐々木信綱の4人の子供に戻りますが、次がラストとなります。信綱の4男とされている人物の氏信を紹介したいと思います。そしてこの氏信はある有名な武家の祖と言われている人物です。それは京極家です。京の京極高辻に屋敷があったことから京極を称するようになったと言われている京極家。この過疎の氏信は引付衆や表情衆といった鎌倉幕府のど真ん中でも活躍している人物で、北条徳宗家で表すと北条泰時から定時が執権だった頃を生きている人物となります。近江の神にも任官し、鎌倉幕府でも有力な御家人となっています。京極家も相当大きな一族となっていきますが、中でも有名な人物をピックアップしていきたいと思います。この氏信のひ孫には佐々木道与で有名な佐々木高氏が出てくることになります。婆娑羅大名として有名な道与となります。個人的には佐々木道与はやはり大河ドラマ太平記で陣内孝則さんが演じる道与にハマってしまったのを思い出します。判官という呼び名が記憶に残っています。もともと鎌倉幕府に仕え、足利尊氏に就き、鎌倉幕府を滅亡させて、室町幕府開府後に6カ国の守護を務めることになります。そしてこの道与の孫の高久の家系が尼子氏を称するようになりまして、子孫は出雲に下り、そこから戦国大名と化していくこととなります。この高久のひ孫が勢力を拡大させていくことになる尼子常久となります。尼子氏の話は奥が深いかと思いますので、京極家嫡流の話に戻りまして、この道与の家系を進んでいくと、六角氏が務めていた近江守護を務めることになる持清、そして戦国時代には京極高吉にたどり着くことになります。この高吉の子供の高次は信長に仕え、後に光秀に仕えることになり、追われる身となってしまいますが、妹が秀吉の寵愛を受けて側室となった松の丸殿となり、秀吉に仕えることになりまして大名となっています。そして浅井長政とお市の方の間に生まれた浅井三姉妹の次女の初を正室として迎えることになったのがこの高次となります。関ヶ原の戦いの際には大津城に籠城し、西軍の一部の足止めに成功して、この功により加増を受けて、天保が序盤にありながらも讃岐丸亀藩として明治維新を迎えることになります。
高継の弟の高友は関ヶ原の戦いでは本戦に参戦し、戦後に皇により丹後国一国を与えられています。この高友の子孫は大名が3家ありましたが、嫡流の宮津藩は改易となっておりまして、大名としては2家が続いていくこととなります。北海道に京極町という自治体がありますが、その由来はそのままで、京極高継の家系で讃岐丸亀藩があることを紹介しましたが、その子孫である京極高典が現在の京極町に農場を開いたことにより町名になっておりまして、北海道の地でも京極家の歴史を感じることができます。平安時代の源の正信から始まり、明治の北海道までたどり着いてしまいました。ということで、今回は光る君へでも絶賛登場し、智子の父として左大臣となっている源の正信の子孫たちのとてつもない広がりについて紹介させていただきました。以前紹介した藤原の信孝の子孫とはまた毛色は異なり、違った子孫たちの形で広がりを見せていくことになります。庭田家から宮家の伏見の宮家につながり、現代皇室につながったりですとか、そしてやはり宇田源氏の武家の広がりや、佐々木秀吉や佐々木四兄弟、婆娑羅大名の同様、京極家や六角家、尼子家など武家としての広がり方も相当なものがあることがわかります。ぜひ源の正信が出てきたら宇田源氏を紹介したいと思い、今回企画させていただきました。次回以降もまた平安時代の有名な人物の子孫たちについて触れていけたらと思います。この度は骨場チャンネル最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。